はい、どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日も動画頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、8月28日、今日からくじが引ける、エースの1回5000円くじを引いていきます。しかも2回なので1万円分、引いていきたいと思います。はい、それでですね、私の持ってるフィギュアの中でこれがね、エースの5000円くじのやつなんですよ。2体あります。1体はこちら、なぜかというと、じゃーん、もう足がね折れちゃったんですよ。ここもねちょっと傷ついちゃってて、これはねちょっと地震でね倒れてしまって、それでね傷ついて足折れちゃったんですけどね。だから今このエースはちょっと寝かせてあるんですけど、これがね16年に出た1回5000円のエースくじで、で今回ね、出るということで予約して来ました。狙いはやっぱカラーがいいんですけど、どうなりますかね。ね、どうなるかな。どうですかね。まあでもね、まあ白黒でもまあそれはもちろんね、かっこいいんでいいんですけど、できたらカラーがいいんですよね。まあどうなるかなって思うんですがね、これから引きに行ってきます。行ってきます。はい、びっくりの3ロットありました。まずはこの A ロット引いて確実にエースを迎えに行き、そしてまだこの白と誰も引いてないこの A のエースを狙いに行きます。まずは A ロット、これはもうね確定しているので、迎えに行きました。 B のエースを迎えに行きました。そしてピースしております。Cロット、これは誰もまだ引いてないやつです。この一番上にしようかなと思ったけど、ちょっとやっぱりこれにしてみました。さあ結果は、うっそかぶり。いやー、まさかのかぶってしまいました。はい、 B が2つでございます。引いてきました。まさかのかぶっちゃいました。もう悔しい、いやー、できたら A と D が良かったんですけど、ね、この B は確実にゲットできたから、じゃあもう一個は A か D を狙いたかったんですけど、かぶりましたね。いやー、もうしょうがない、ここはしょうがないですね。はい。家に帰ってまいりました。ガクいやー、詳しくね、ちょっと説明させていただきますと、まずね、行ってみましたら、まさかの、3ロットありました。いやー、それで、まあ、ね、今見てもらったらわかると思うんですけども、その1ロットは、私が欲しいと思っている、そのカラーのね、ものしかなかったんですよ。そこを、他のがもう引かれてあって、それのみ。じゃあもうこれを確実にゲットしようと思って選びました。それで、2ロット目が、ですね、D のみ、くじが引かれてました。A、B、C と残ってましたね。白黒もあるパターンですね。そして、3ロット目がまだまっさら、誰も引いてない感じなんですよ。で、もうかれこれ15分20分ぐらいもうぐる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 回って悩んで、どうしようどうしようと思って、じゃあもう確実にその1ロット目を1個引いて、確実にカラーのやつをゲットしよう。でもう1個はまっさらな、まだ誰も引いてないのを引いたんですよね。そうしましたらかぶってしまいました。うっそーとか言ってもう大声で。はい、ここ見えますかね。2番ですね。見事にかぶってしまいました。それをね、旦那さんに今話したんですけども、いや、それはまっさらな方をまず先に引いてから
それでから、その、選んだ方が良かったんじゃないのって言われて、そうじゃんと思って、もう私、もうそういうとこに、もう頭回んないんですよ、本当に。まあ、それでもね、やっぱこのカラーが当たったので、これね、うん。まあ、良かったかなと思います。はい。開封していきます。はい。今回引いたくじがこちらですね。スーパーマスタースターズ、スターズピース、ザ・ポートガス DS でございます。はい。そして、種類がこちらの4種類です。D、B のこちらですね。これが当たりました。A、B、C、D。これが白黒ですね。で、私が狙ってたのはこのブラシ彩色っていうのと、この二次元彩色っていうのが、このどっちか当たったらいいなって思ってたんですけどもね、これが2つ当たっちゃいました。よし、ではね、早速開けていきます。はい、さあどうでしょう。お、あ、意外になんか箱の割になんかなんかすごい、すっごいなんかこんな感じで奥の方に入ってる。行きましょうか。エース、エース、オープン。あー、エース。あ、こうやって分かれてますね。はい、じゃあちょっと組み立てていきます。できました。ちょっと私大丈夫かな。なんか変態になってない私。腹筋がたまらん。できました。やっぱこのサイズいいですね。で、この土台が嬉しい。こう倒れないのが嬉しいんですよね。はい、いかがですか。どうかな、どう。はい、ではちょっと詳しく見ていきましょう。全体見てみるとこのような感じになります。やっぱ迫力違いますね。おそらくこっちがなんか正面っぽいんで、正面から見ていこうかなと思います。この台座ね、嬉しいですね。倒れないのがもう一番です。はい、こんな感じで。はい、そして、いやー、腹筋やば。はい、そしてエースの顔です。いかがでしょうか。ちょっと似てないかな、どうかな。皆さんどう思いますかね。どうかな。私、見た時にパッて見た時にあんまり似てないかなって思ったんですけど、ちょっと皆さんの意見もちょっとお聞きしたいです。でもめちゃめちゃ顔すっごい凝ってるんですよ。この口がちょっとだけ開いてるの分かりますかね。それでほら、分かります。ちょっとね、こう開いてるんですよ。ちゃんと口が、向こう側見えてますよね。ちょっと開いてて、で、目もこの彫りもこう奥行きがあるんですよ。伝わってるかな。細かいと思って、まあでもかっこいいな。ちょっとね、今回ちょっと手ぶれが多いかもしれないんですが、ご了承ください。すいません。それでこのね、アクセサリーもちゃんと動きます。それでこの手やばくないですか。なんかわかるかな、なんか男の人のあの手こうやって綺麗な人ってすごい好きなんですけど、この時で、それで後ろを見るとこの血管が切れてて、ちょっとやばいな私。じゃあなんか気持ち悪くなってるかな、大丈夫かな。私、男の人の血管をこう触るのが好きなんですよ。
なんかこういうのってなんか男の人ならではっていうか、ね、すっごい、すんごい綺麗な手してるんですよ、OS が。もうやばで、ここにエースの文字があって、このエースの帽子のこの質感っていうのをなんかわかりますよね。なんか革な感じがすごい、わかりますよね。やば、この血管。この血管やば。あ、なんかちょっと白くなってる、ここ。白くなってますね。ここもなんか、なんか黒っぽくなってる。うん、残念。白ひげのマークがありまして。リュックショって。はいはい。はい、こんな感じですね。いやー、この血管がたまらん。分かっていただける人いないかな。いやー、横顔が横顔も最高。ちょっとここは動かないっぽいですね。なんかくっついてるかな。ここはなんかこことくっついてるっぽいですね。はい、こんな感じでございます。これちょっと今持ってきたんですけど、右側がその以前のエースくじのものになります。こうやって見るとね、やっぱり大きさは同じですね。手が上にあるっていうのと台座があるっていうのを抜かせば、大きさは大体同じですね。やっぱこっち側のエースの方が似ている気がするんですよね。なんかもう一声っていうなんか感じがするんですけど、どうですか？どうかな？まあ、かっこいいはかっこいいんですけどね、全然。まあ、残念ながらね、被ってしまったんですが。まあ、でも、こうやってね、カラーが、もう、無事手に入ったので、うん、よかったと思います。はい。エースのね、1回5000円くじの、結果と開封でございました。いかがでしたでしょうか？しばらく飾って、眺めてニヤニヤしたいと思います。本当に今回の動画大丈夫かな。私がなんかもう変態っぷりがもうね伺えるような、ちょっと危ない動画になってないかなと思うんですけどもね。やっぱこういうねフィギュアってもうやっぱテンション上がりますね。もう本当に大切にねしたいと思います。はい、というわけでした。今日これで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。